牛筋のことがよくわかる8チャンネル。こんにちは、ハッタグループの山口明彦です。このコーナーは仏事のあれこれわからないことにお答えするコーナーです。しきたりや常識などたくさんの質問を集めてきました。8チャンネルで目から鱗、そんな8チャンネルお付き合いください。8チャンネル。前回は葬儀に参列する時のマナーについて紹介いたしました。今日は葬儀の流れについて紹介したいと思います。お手伝いするのはアシスタントの白戸ゆりです。一緒に解説していきたいと思います。白戸ゆりです。よろしくお願いいたします。最近はこういう解説シートというのをどちらの葬儀店でも用意しているかと思います。ハッタグループでもあるんですよね。この解説シートに沿って進めていきます。ご不幸元は突然やってくるものですが、そんな時に慌てないためにもハッタグループでは事前相談というものを賜っております。ご来店またはお電話でお気軽にお問い合わせください。事前相談をします。各種資料をもとに葬儀の流れを把握します。エンディングノートに可能な範囲で記入します。葬儀店では各種セミナー、個別事前相談をいたします。ご葬儀に関するわからないこと、不安なことに何でもお答えいたします。ご臨終を迎えられました。ご家族がすること、病院、施設で亡くなられた場合、最後を見取ります。ハッタグループ0120-098-308、お悔やみはハッタにお電話ください。病院から死亡診断書を受け取ります。時間帯により診断書は翌日の発行になる場合があります。寝台車で病院を出発します。ご自宅で亡くなられた場合、かかりつけの病院または警察へ連絡します。死亡診断書または死体検案書を受け取ります。ハッタグループフリーダイヤル0120-098-308、お悔やみはハッタにお電話ください。お電話をいただきましたら、葬儀店が電話口にて次のことをお伺いいたします。現在の個人の安置場所、病院名あるいは霊安室など、個人について氏名、住所、ご自宅の電話番号、ご連絡くださった方について氏名、電話番号、個人とのご関係、お迎えに行く時間、看護師の方にお問い合わせください。搬送先は保温会館かご自宅か、現地到着後葬儀店が個人を寝台車にお乗せし病院を出発いたします。安置します。ご家族がすること、ご自宅に安置の場合は安置場所を決めます。松尾の水を取り線香をあげます。近親者へ連絡をします。松尾の水とは、水を含ませた筆や脱脂綿を巻いた棒で個人の口元を潤す別れの儀式となっております。ご自宅に安置の場合、ご自宅到着後お部屋の確認をさせていただきます。状況により家具などの移動をさせていただく場合があります。生前個人がお使いになっていた布団やシーツ、タオル他をお借りいたします。個人を北枕または西枕でご安置いたします。ドライアイスでお体を保護いたします。葬儀店でお持ちした焼香机や香炉などで枕飾りを整えます。お大事がない場合は葬儀店にご相談ください。枕飾りとは、焼香ができるように個人の枕元に机と具足を準備いたします。風習や宗派により胸元に守り刀を置きます。概要打ち合わせ、ご家族がすること、葬儀担当と葬儀内容の打ち合わせをし、ご人様と葬儀までの日程を決めます。お手伝いの方、ご家族の役割分担を決めます。死亡広告、お悔やみ欄、掲載の要否を決めます。遺影用の写真を担当に渡します。死亡診断書、認め印を担当に渡します。
補助会証書を担当に渡します。日程の調整、ご人様のご都合、ご家族のご要望、火葬の時間、保温会館の使用状況を確認しながら調整いたします。日程の調整とともに火葬場の予約をいたします。葬儀式場の確保、葬儀式場の選定については回送者数を予測しながらアドバイスいたします。葬儀費用の案内、葬儀式場、祭壇、車両、聖火、使用品など打ち合わせた内容について後日お見積もりを提出いたします。料理打ち合わせ、ご家族がすること、通夜及び葬儀後の会食に参加されるおおよその人数を予測します。料理の内容を決めます。ご自宅の場合には会食席の準備と配膳係を決めます。席順を決めます。料理担当がお都合に合わせてお伺いいたします。通夜及び葬儀後の会食のお料理について内容と数量をお伺いいたします。打ち合わせに従いお料理、お飲み物の手配をいたします。葬儀までの準備、ご家族がすること、不法通知、葬儀日程のお知らせなどの連絡漏れがないかを確認します。供花、供物の飾る順番を決めます。弔電が届きましたらご家族でご覧いただき個人様へお供えください。受付区分を決めます。弔問のお客様を受け入れる準備をします。希望によりご自宅の玄関先に喜柱表示を設置し祭壇を飾ります。供花、盛籠、仏具等を受けたまわります。納棺の儀、ご家族がすること、棺に納めたい副葬品を準備します。火葬できないものもございますので葬儀店にご相談ください。納棺師が示す手順に沿って納棺の儀を近親者で行います。個人のお体を拭き清めます。旅支度を整えます。棺に移し副葬品を納めます。安らかなお顔にいたします。仏衣を着せて差し上げます。個人愛用の服などを着せて差し上げることもできます。旅支度を整えます。個人を棺に移し副葬品を納めます。今回は五輪中から納棺の儀までを解説してきました。ここまでが準備段階になります。次回は出棺から葬儀の終わりまで解説します。あれこれいろんな疑問点があると思います。分かっていたつもりでもいざとなるとあれみたいなことがありますよね。そこでこれまで寄せられた質問などをご紹介して答えていきたいと思います。またハッチャンネルでお会いしましょう。お会いしましょう。ご恩に報い、ご縁に感謝する。2世紀にわたり灯り続けた光はこれからも地域の皆様と共に。保温感謝、ハッタグループ。